焚き木焚き木とは木や木材の廃材を棒状に加工した固形燃料。木質バイオマスの一種である名を炭と共に新炭ということもある。基本的には焚き木は伐採した木材を手ごろな大きさに切断し、さらに小さくまとめたものである。伐採直後の生木は水分を多く含んでおり、そのままでは燃焼効率が悪くかつ大量のすすを出してしまうため、 原料の木材は乾燥させておく必要がある。製材時に発生する破材や住宅の解体材も利用される。着火の際には火の種を十分に大きくする目的で空気との接触面積が大きくなるよう木の小枝や同程度の大きさに割り揃えた焚き付けと呼ばれる焚き木を使用する。十分に火が回った後は日持ちをさせるためより太い焚き木を火にくべる。焚き木は 他の燃料と比較すると煙の排出量とエネルギー量に対する体積及び重量の大きさからあまり効率的な燃料とは言えない。しかし、調達しやすい燃料であるため古くから人類に利用されてきた燃料の一つである。焚木には紅葉樹も針葉樹も利用される。紅葉樹の焚木は比較的密度が高くゆっくりと燃え熱量も大きい。 針葉樹の焚き木は比較的密度が低いために熱量も低いが加工時に割りやすく着火性が高く燃焼速度も速いため焚き付け用に向いている。なお、焚き木ストーブなどの一部の機種では針葉樹の焚き木は使用できない。焚き木が熱分解により可燃性ガスを発生して炎を上げて燃えるのに対して木材を燃やさずに熱分解だけを行った木炭は 炎が出ないかまたは少なく、長時間燃える。焚き木は太さや樹種にもよるが、炭よりも短時間に燃え尽きることが多い。過去、日本における焚き木の生産量は、1931年から1935年で、年間平均約5000万漱石石、1956年で3400万総石石。このか、製材くずなど焚き木の代替材の供給が、 相当量あった。日本では戦前は、無論、1950年代までは、都市部でも家庭用や産業用の主要エネルギー源であり、炊事や風呂滝はほとんど滝木に,によって行われ、多くの家に薪割り用のなたがあった。高度成長期に石油や電気にとって変わられ、1970年代には、都市部で日常の燃料に使う家庭はほぼ消滅した。 現在家庭燃料としては石油などが使われるが、現在も地方の一部では焚き木が使われている。田舎暮らしブームに伴い、焚き木ストーブやいろいろなどの焚き木を使う製品が趣味の生活用品として憧れの対象になっている面もある。欧州では焚き木由来の倍煙が粒子状物質などの数値を押し上げ、大気汚染の一因として指摘され、 2022年1月1日から EU の環境規制案の数値内に収めなければ販売することができなくなる。また、北米では2020年5月に米国環境保護庁により焚き木ストーブの排気塩量が1時間あたり 2g 以下に制限された。現代でも、銭湯などで焚き木ボイラーを用いているところがある。循環式のフロンガマが安価に売られている。 チョロヒで保温できるメリットもある。ガス、または石油と共用できる製品もある。一般的な循環式フロガマと同じ方式のため、ストーブに比べれば導入が容易。最も単純なものは、ゴエモン風呂だが、火の上に大量の水を配置するために、丈夫な仮設が必要。現代では、釜の入手自体が難しい。米国では、薪の火力発電機が市販されている。 21世紀においても蒸気機関車は利用されており、一部地域では焚き木を燃料にしている。養業において、伝統的な製法の陶器、磁器、レンガは焚き木によって焼成される。特に樹脂を多く含み、高温が得られる赤松の焚き木が最良とされる。近年はより手間のかからないガスや電気で焼くことが多くなったものの、場所によって、 不均一な温度で焼くことによる微妙な色合いを出すために焚き木に関わる陶芸家も多い。野外で焼きそばやカレーライスを作るバーベキューをするときに現地で調達できる燃料として焚き木を使うことがある。また屋内用にオーブンやヘッツイなどの設備がある。焚き木ストーブには調理に対応したものもある。焚き木は炎を上げるためキャンプファイヤーに 必須の燃料。密教において、僧侶が祈祷をする際に祭壇に炉を設けて、木片をくべることがある。この木片をゴマキと呼ぶ。焚き木と薪割り用の仕様に適した太さや長さに加工し、樹木の乾燥を促す作業を薪割りという。伐採された樹木は大量の水分を含み、火がつきにくく温度が上がらないばかりか、ススを多く発生させる。そのためすぐに、 焚き木ストーブ、いろり、へっついなどにくべると非常に効率が低くなる。割った焚き木は少なくとも1年、できれば2年に夏乾燥させることが望ましい。割れる必要がないような細い枝でも割って木質部を出すことによって水分の蒸散が促され素早く良質の焚き木になる。塩分を含んだ木材や腐った木材も燃焼効率が悪く機器を痛めることがある。 滝木用の樹木はバス後に枝を落とし、チェーンソーなどで玉切りする。地面や台の上に立てられるよう、なるべく水平に切断する。切断した巻材は台の上に立て、斧で割れる。生木のうちに根元を上側にすれば割れやすい。台に立てられないような切り口が水平でない木は丸太に立てかけた状態にして、斧を入れる方法もあるが、危険が増すため切り直す方が良い。 太い玉切りは一刀両断できずに、斧が木口に刺さって抜けなくなるので、周囲からそぎ取るように割っていく。繊維が入り組んだ節の多い部分は、くさびを併用する。乾燥が進んでいない杉やヒノキを、はじめ多くの新葉樹、水なら、桜、白樺、菓子、毛焼は、容易に割れるが、くすの木は割りにくい。竹木は主に発展国における燃料として使われており、 そのために森林が伐採されている。焚き木は再生可能エネルギーではあるが、人口増加に伴う焚き木の消費量の増大が森林回復のスピードを上回っており、森林破壊や砂漠化が進行する原因となっている。発展途上国では料理用の燃料として焚き木を屋内で使用することが多い。その際に p m 点五などの大量の粒子状物質が放出され、 これが人々の寿命を縮めている。先進国においてもギリシャが経済危機下に陥った際に焚き木の利用が増え、それにより大気汚染が深刻化した。ありがとうございます。